星の命がなくなったらその鉄臭い、サビ臭い、ちょっと行かせろよ。あ、爆発した。ちょっとタイマーの意味、え、あいつ自分で壊してやん。あ、タイマーが作動しだしたんか今。あ、星に飲まれた。これはいい、功労賞はあのサソリにくれてやる。急げ、脱出だ。油断はできない。これ多分さ、ダッシュを覚えたってことはダッシュして帰らんかったら時間間に合わんのやろうな。ちょっと遅いんだけど早く行ってくれる。え、もしかして戦わんといけん感じ。やめてよ、何それ、ダッシュしていけんのかよ。くっ、進むぞ。急げって言われにさ、急がしてくれんやん。なるほどね、やっぱちゃんと傭兵の役割は果たせってことね。あ、待ってくれとる、ありがとう。え、ちょっとあの子そこにいない。へー、え、怖っ。え、怖いって。へー、なに、え、どっち向き合ってんのこれ。こっち向き大丈夫か。あ、なるほど、合ってた。うかつ、足が挟まってる。ちゃんと助けに行ってあげるんやね、優しい。サンキュー。え、足大丈夫？あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。こっちからも行ける感じ。こっちこっち。めっちゃピンピンしとるやん。合流できるはず。足負傷したりとかはしてないんや。一瞬やったけん大丈夫なんかな。そういう問題？時間的な問題かな。分からんけど、まあ元気そうやけんよかった。出口はこっち。急いで。何、見えない、どこだよ。どこ、どこ行った？あ、こっち？はい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 。こそ。でも、落ちる感じはないみたいやね。よかった。これでヒューンとか落ちるんやったらさ。何してるの？早く来て。あ、宝箱をちょっと。参戦。いやー、やっぱいるやん、こういうの。行きます、行きます、今。これ間に合いませんでした。ゲームオーバーとかある。急いで急いで。黙って登れ。そんなんあったら無理なんだけど。その方が楽だ。そっか。で、ダメ。喋ってないと焦る。喋られてても焦るんだけどね。あ、あっち側におる。あっち側で登り寄った。え、何？こっちは問題ね。ホルジャー様が一緒だ。怖っ。こんな銃撃の中走り抜けていくのも嫌だけど。見つけたぞ。取り押さえる。もうすぐ土管だ。邪魔するんじゃない。バレ、5秒でやる。消えろ。いやだな、この戦ってる間も時間が経過していくのがすごく嫌だな。早くここから出ねえとな。ですね。ちょっと私の前を走ってくれる？道わかんないから。厄介なのが多くなった。いやー、来た。なんだよ。何、復活したの君。やめてよね。この状態でそんな中国的な敵復活します？意味わかんないんだが。この間、止まってねー。マジかよ。ファイヤーやったよね、こいつの弱点。一気に叩き込む。いけいけいけ。んで、まだいけるか。はぜろはぜろはぜろ。まだいけるか。いけんやん。あ、ゲージか。なるほどなるほど、そっちね。間違えた。いけ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 。いけるんじゃない？マジック、ファイヤー。もういけたんじゃない？これで。よっしゃ、いったー。どうってで、どこ？こっち？方向合ってます？どこ？何？どれ？こっちか。ちょっと道案内してよー。何？敵？違った。こっちか。めちゃくちゃバレットバレットを切り刻みよった。何、いける？あ、まだおるやん、敵倒せよ早く。眺めてんじゃねえよ。よっしゃー、終わりだ。声うるさ。こっちかな。さっきのがさ、地下に行っとったってことやけん、どんどん上に上がっていけばいいってことよね。
ねえ、どこ？なんか知らんけど敵が出てきたけん方向は合っとるはず。誰の声？ここで仕掛ける。なるほどね。一応なんか戦闘モードに突入してるときはこの R1、L1 でのダッシュができないんすね。なんか剣を構えるみたいになる。でも割と時間残っとるよ。よかったやん、20分にせ。ちょっと待って、早くない？そんなに時間なくなってなかったって。どういう、今の一瞬で何タイムスリップしました？20分以上残っとったやんね、今は。高みの見物ですか。手動で操作できるんや、あいつら。うわ、めっちゃ、もうなんか魔法炉ごと、魔法炉ごと潰しにかかりよる。自爆やん。大丈夫、いける？急げ急げ急げ。すげえ落ち着き払っている。めっちゃ震えよりやん。あの女の子は無事なの？おお、いたいた。ロック解除、いきます。ほい、解除。あ、おった。さあ早く行って、脱出脱出。ずっとここにおったんすか？何、どこ？お、いたいた。立てるか。助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だったな。あ、壊れるよ、壊れ。これってさ、街に影響はないの？大丈夫かな？うぃーん。いや、影響あるよね、確実に。なんか、周辺で生活してる人たち大丈夫？腰がとか言うけど、この街の人たちの無事は？そこは、なんか電気消えていきよるよ。うわ、停電や、停電。なんか魔航路とやらが爆発した。チャプター2、8番街の出会い。怪我は、新しい仲間が増えるんやな。あの状態で誰も怪我ないん、不死身や。派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔航が反応してるのかも。なんか街が停電しよったよ。町まで行っちまったかもな。いや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 、町より星だろ。星作って街なくなったら意味なくね。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ8番街でしょ。まだ先っす。よし、先導してくれ。了解っす。どういう世界観？他の星とかにも行ける感じの世界観なん、ここ。あちこち漏電してるっすよ、気をつけて。じゃないとさ、あれじゃない、星の命がなくなったら、その、鉄臭い、ちょっと行かせろよ。新鮮な空気押しのけていくなよ、私を。星の命がなくなった時点で、その敵の敵たちもさ、死なない？宇宙に行ける前提よね。走れないのね、ここは。ルイ、腹まで揺れたっす。爆発止まらない。腹まで潰されちまう前に出るぞ。あ、待って、魔法モード、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。遠足かよ。あ、待って、宝箱あるよ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。よいし、ちょっとみんな待って。どこ行った？あの辺りから出るのがいいっす。どこ行った？こっち？爆弾仕掛けるから離れて。
ねえ、ちょっとみんな待ってって。私がいないことに気づいて。シャワー。誰それ、仲間。緊急事態発生、緊急事態発生。こちらは死んだカンパニー危機対策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり、火災が発生しています。やば、普通に家燃えよるけど。人に被害が。建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街にいる。予想以上。普通に一般人を巻き込んでどうすんだよ。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。こっちの方が悪じゃねえか。今更何を。ああ、その通り。俺たちはこの先ももっともっと魔法炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。人の命は。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。大丈夫、誰も亡くなってないの。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。それが他人の命なんてことはねえの。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ、上等だ。全部だってこれでさ、アイスの仲間が死んどったら怒るんやろ。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。急になんか頼りになるリーダー的な。でリーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。ここから私らは指名手配犯的な扱いなわけね、きっと。逃走経路を進む。八番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。電車。じゃあ後で。どうばらけるの。おい、約束の金は。アジトに帰るまで作戦だ。救急車が止まってる。やっぱ怪我した人たちもいっぱいおったんかな。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。でも一人でおったらそのうち死にそうよね。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。新機能マテリア&エクイプメント。武器や防具にマテリアを装着できるようになりました。回復マテリアをバスターソードに装着してみましょう。え、マテリアってそういう感じ。装着するものなんや。チュートリアルを開始する。マテリアを武器や防具に装着するときはマテリア&エクイプメントで行います。はい。バスターソードにマテリアを装着してみましょう。三角を押してマテリアの装着を始めましょう。上段が武器、下段が防具のマテリア穴です。空いている穴にマテリアを装着することができます。ふんふん、空いているマテリア穴を選び、×を押してください。マテリアリストから装着するマテリアを選びましょう。炎マテリアがついとる剣ファイヤーができるってこと？マテリアをセットしました。マテリアを装着することで新しい魔法やアビリティが使えるようになり、あ、やっぱそういうことやんね。ステータスが向上するなどの効果も得られます。あ、これで回復魔法が使えるんや、すげえ。武器や防具に様々なマテリアをセットして最適な組み合わせを探していきましょう。これでチュートリアルは終了です。オッケー。ケールが使えるって。イェーイ、やったー。んで？これか。今の画面はどうやって開くの？前にちゃんと使ってね。はい。じゃ、貨物車で。よし、それじゃあ、まあ、今オートセーブが終わった感じやったけん。すげえかっこいいな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんかすごいな、私が今まで通ってこんかったファイナルファンタジー、なんか全体的にすごい新鮮すごい新鮮。でも楽しいね、いろいろとなんか見るところもあるし、なんかリアルでいい。勝手にセリフが流れてくる感じとか会話